ちょっと事件が起こりまして、そんな中、はい、僕が乗ってたバギーありますよね、はい、あのバギーをムートンの伊藤っていうのが乗りまして、はい、結構スピード出して、はい、その山のところになんか肩に引っかかって、はい、前転でバギーごとトーン、はい、トーン、はい、トーン、全回転というか、はい、したんですよ、はい、その瞬間は撮れてないんですけど、はい、その後のちょっと映像とか残ってる、衝撃映像、大怪我でしょ、怖い、バギーもぐちゃぐちゃです、仕組むとなんですけど、これでムートン伊藤が一瞬記憶飛んでしまって、バッと起き上がって、ここどこですか、怖い怖い、みんななんでいるんですか、いつまで、もう覚えてないの、今日待ち合わせは、待ち合わせって何ですか、うわ、コンビ名なんや言うたら、ムートンギリギリ、その時の顔はこんな顔で喋ってるんですけどね今飛んでる時の顔です、意識が確実に飛んでる顔、人ってこんな顔なんですよね、飛ぶ時はそう、ほんで大丈夫だった、ほんでちょっとずつみんなでリハビリしながら水かけたりとかして、水かけのリハビリなんですか、植物ちゃいますよ、いや目覚まさなあかんのか、水伸ばしたりとか、水